私鉄道がとっても大好きなんですけれども色がついた状態なのでそうですよね、すごい枠組みみたいなので見れるのはすごいレア、はい、その向こうの方に屋根が張ってますね。なんだろう、これ何時間でも見ていられる。本当に一日あっても足りないぐらい。カイさんも鉄道好きということを聞いてるんですけども、はい、私も鉄道が大好きで、はい、あの自分と同じ名前のこうそうですよね、カイリーって聞いて、はい、あのそこからなんかワクワク始めて確かに乗り鉄を始めたんですよ。乗り鉄なんですね。そうなんです、基本私は乗り鉄が大好きで、いろいろ鉄、取り鉄とかいろいろあります、乗り鉄なんですね。そうなんです、実は自分も乗り鉄なんですよ。はい、本当に乗り鉄、いや一番楽しいですね。はい、いちごときめき鉄道さんのスペシャルアンバサダーを務めさせていただいたり、もう私本当に鉄道が大好きな佐藤海里がお見せするお宝紹介いきます。じゃーん、はい、まずは1ページ目見てください。今から20年ぐらい前の車両製作所の一般公開の写真です。楽しそう。この時はまだ3歳だったので、まあ、自分の意思なのかちょっと分からないんですけれども両親に連れてきていただきました。そうなんですよ、ね、しかも20年前に来たことがあるのに驚きで、こう NGT になって鉄道が好きになって改めてまたここに戻ってこれたというか、それがすごい自分の中でも考えまくって。続いて、はい、私が最近している書き鉄になります。すごい簡単になんですけれども、こうなんか車両のなんか写真とか細かい部分を見て、なんか枠描いたりなんか線描いたり色を塗ったりするのが本当に好きで、細かいところもなんか見えるのでおすすめです。こう自分なりの鉄とか自分がなんか好きなこととか追い求めたらなんかこのような形になった。皆さんもぜひ鉄活始めてみてください。コメント欄でいろいろ感想お待ちしてます。続きをどうぞ。まあ始められてどれぐらいになるの？でもまだ全然浅いんですよね。じゃあまだまだですね。まだまだですね。まだまだですね。実はね JR 全部乗ったんです。全部乗ったんですよ。そのリアクションしちゃったもん。すごい。でも本当に小さい頃から、小学生の頃からやってまして、ずっと今私鉄の方を頑張って乗ってます。もっと広がりますよね。はい、すごい。師匠さよなら、さよなら。大きくなったらまた帰ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。はい、続いての場所に来ました。こちらは第五義装工場、難しい感じ。運転室、あ、すごい。こちらがあの、はい、完成する前の運転室。え、映しちゃっていいんですか、これ。あ、大丈夫です。いいんですかね、ちょっとたくさん撮ってもらって。失礼します、はい、あ、すごい。普段閉じてる部分ですか、ね、そうですね、ユニットっていって、はい、電車を動かす部分を搬入して、はい、床下の方から伸びてきてる線とか各場所に配線してつなげて、うんうん、完結するっていう仕事をしてます。なるほど。結構細かい作業ですかね。そうですね、あの電線にも一本一本名前がついてて、はいはい、本当だ。他のところに刺しちゃって、はいはい、それは誰も気づかないで検査行って非電気が流れましたってなったらその壊れちゃうぐらい繊細な機器が多いんで。なるほど。絶対失敗にできない作業なんで。なのでみんな慎重に集中してっていうことですね。確認も結構しっかりみんなでして。大変なこととか難しいことってあったりしますか？私はまだ2年目なので、はいはいはい、運転室の作業ってすごく覚えることが多くて、機械がたくさんあったりするので、それを絶対に失敗しないように確実に覚えていくのが難しいです。何かこうやりがいとかどういう時に楽しいなって。新潟系の129系も携わったので、やっぱそれを実際に走ってるのを見るときにやっぱやっててよかったなって思います。はい、続いての場所にやってまいりました。なんかここは見てください、なんだろう、部品
ネジ、細かいものがいっぱい置いてあったり、はい、内装の方かな。こちら偽装工場となりまして、はいはい、主に車両の内装であったり、まあ、配線結線であったり、はいはい、また車両の床下にある機器類を取り付けるような工場となっております。じゃーん、あ、上もすごい。そうですね、上が、今ちょっと作業の関係で上がっているんですけども、はいはい、デジタルサイネージということで、E235系に関しましては、はい、スマ部分にもあのディスプレイがありまして、はいはい、そちらに広告が出るようになっております。なるほど、ちょっと一回ご覧ください。なるほど、え、あ、いいんですか、はい、ありがとうございます。こういったものがついている形になりますね。なるほど、その中だったんですね、はい、これも人の手によって私たちが見やすいような映像になります。すごい。釣り革、これまだ誰も握ったことない、もう新品。すごい。ここにドアがあって、サイネージがあって、あ、ここに椅子が来るのかな。こんな感じでどうつくんですかね。今段ボールになってて、全くこれから本当に走る、ね、電車のドアになるとはね思えないんですけど、どうやってつくの。ドア、ドアだ。はい、下ろします。はい、はい、受け取ります。はい、というわけで、あっという間に、はい、こういった形で扉の搬入が行われます。これがいつもの扉です ね、はい、ですね。まだちょっとついてない部品もあるんですけど、はいはいはい、まあ、閉じてみると、そうだ、こうやって移動してました、はい、私もこのような形になっております。席探してました。すごい、はい、ドアをね、開けても開け閉めしてよろしいという許可をいただきましたので、私が一人目のお客さんとなって開け閉めしたいと思います。いいですか。だって社員さん以外まだこのドアに触れたことは、そうですね、ないと思います、ね、はい、やばい、行きます。あ、すごいすごいすごい、いつものドアがなあ、いつものドア、まあ、いつも通りでも困るからね。そうですよね、いつものドアで。この各車両ごとなんですけども、やはり手作業が多くて、まあ、各車両ごと個性ではないんですけど、ちょっとずつ違いがあるので、それを確認しつつ、まあ、ちゃんと図面通り、そしてお客様の安全につながるような取り付けをしなければいけないというのは少し大変な部分ではありますけども、まあ、うまくいったときはもう、あ、今回もうまくいったなと、とてもやりがいにもつながる部分でもあると考えています。はい、台車入れ場に着きました。では早速中へ行っていきたいと思います。お邪魔します。あ、ここも広い。よいしょよいしょよいしょ。あ、こんにちは。ここはどういったことをされるところですか。ここはあの車体を下ろして台車に結合する作業を行っていきます、はいはい、なるほど、はい、綺麗線路を走れるように。そうですね。おー、じわじわ降りてる。そうですね、ゆっくりと、はい、ちょっと下に、はい、お父さんいらっしゃいますけど大丈夫ですか。大丈夫なんです。心配です。大丈夫なんですよ。大丈夫なんですか、はい、なんで、あの、あ、危なくないですか。頭に、あ、今ヘルメットにつきそうですけど大丈夫ですか。慣れてるんで、きっとかわします。あ、頭壊した。見えてないですよね、今の。僕は感覚はあると思います。これはあの一番最後の工程なんですね。そうですね、ま、これが終わるとあと検査になります、はいはい、そうなのか。なかなか見られない貴重な。そうですね、あんまり見ないと思います。方角ですか、西。そうですね、今映ってる方が西で、はい、反対側が東になる。そう、あ、左右とか前後ろではなくて東西南北でこう統一されてるっていう。そうです、ね、すごい。私たちアイドルもステージの時、上手とか下手とかそういう、なんだろう、どこを向いても分かりやすいようにっていうのあるんですけど、じゃあここではそれが東西南北、
そうですね、はい、初めて知った。やっぱり聞き間違えて逆の方向に動かしてしまうと、はい、挟まれたりだったりとかあるので、指示する側が行ったら、はいはいはい、操作する人が負傷して、はい、あの間違いのないように確認をしっかりして、はい、そうだったんだ。西来た、西来た。もともと鉄道好きだったの？いや、鉄道はそこまで好きではなかった。どっちかというとなんか物を作るのが好きで、はい、やっぱり自分より大きいものを作れるっていうのが魅力的だなと思って、はいはい、ロマンですよね、はい、すごい。なるほど。いやもう鉄道ファンとしてはもう大好きな私からしたら、なんだろう、もういいんですかみたいな、終始興奮が止まらなくて、いや本当に夢のような時間を過ごさせていただきました。そしてまたこう働いている従業員の皆さんがこう何より一生懸命でこう鉄道が好きだったり、こう電気を壊すのが好きだっていう気持ちをしっかり持ちながら働いていることがかっこいいなと思って、もちろん電車もかっこよくて素敵なんですけれども、こうやって一生懸命頑張っている方は本当にもっとかっこよくて素敵なんだなと、なんかもう私もそういうような信念を持ってアイドル活動をしたいなと、なんかいっぱいいろんなことに、ね、学ばせていただきました。以上 NGT48 の佐藤海里でした。